しこりとか触っててないですよね。一応私のチェックでは。でもそれでゆっくり撫でるだけだとふわふわで分かんないから、うん、そうやってゆっくり作られちゃう。じゃあそれはお任せして、はい、見た目は大丈夫だと思います、はい、奥歯は道具がないので見れません。前歯もそんな歪んでない。はい、 OK。 かわいい。やめろ。あなたのか。あ、え、空殻白くなってる。あ、そうそう、それだいぶ前に。これはしょうがない。進行はしてないですね。そうですか。うん、あれ石灰化ですよね、それって。これはね、石灰化じゃないんだって。あ、そうなの。ここに骨ができてんですって。え、大丈夫なのそれって。大体大丈夫、大体。全周にわたると、うん、緑内障になるんですって。じゃあ注意してみます。あ、まあ、いろいろあるけど。何個キモ、ほっこりしちゃった。角膜全体に、うん、怖いね。こっちは大丈夫？ここは怪しいような、怪しくないような。え、これってどうすればいいんですか？取りすぎとか？分かってないんだって。そうなんだ。うん、骨ができちゃうんだって、ここに。大丈夫でしょう。うん。何よ。怖い。さよなら。ありがとうございます。OK。 わかるかな。パチッ。ああ、映りにくいね。これわかる？ピータン、お目目痛くない？かわいこちゃん、うさぎちゃんみたいじゃなくって、ちょっとね、ここ取れた。これね、骨ができてっちゃってるんだって。原因は分からないけど、あんまり増えると緑内障になっちゃうかもしれないらしいから、毎日観察します。